あら、お客様だわ、いらっしゃい。予約はしてらっしゃったかしら。してないのね。いえ、大丈夫よ。え、なんで水着なのかっていうの？それは、さっきまで水着の撮影会があって。着替えるところだったから、急いで着替えてくるわね。まあ、着替えなくていいっていうの。このままで耳かきしてもいいのかしら。わかったわ。じゃあ、私の膝に仰向けに寝てね。それじゃあ始めていくわね。お客様、今鼓膜ギリギリのところだけど痛くないかしら。はい、よかったわ。最近ね、みんなイヤホンをつけて音楽を聴いたり YouTube を見たりしているでしょ。だから、イヤホンで耳垢が奥の方に行きやすいような気がするのよね。お客様も鼓膜の近くに少しあるけど綺麗な方だわ。それに、優しく取ってあげるから安心してね。お客様、この水着を褒めてくださるの。ありがとうございます、嬉しいわ。よね、まだ朝晩寒いのに。洋服や水着は早めに撮影して雑誌に載せなきゃいけないらしくて。そうね、確かに今年の流行りとかもあるし、雑誌を見たりして早めにチェックしておく方がいいわよね。お客様、眠くなったのかしら？はい、じゃあ私は静かに耳かきするわね。
これで両耳とも綺麗になったわ。それじゃあお客様、おやすみなさい。